ね。もう本当にやらなければいけない注射しかできないぐらい本当に注射が怖くて、だからちょっとね耳は入ってないんです。いや、いいと思うよ。だってイヤリングもすごくさ種類が増えてきて、そうなの、最近すごい多い。あとイヤカフも流行ってるじゃん。あ、そう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 、かわいいよね。かわいい。あ、ママとしての息抜きは何ですか、だっていい質問。確かに、そうね。いやでも、桃鉄やったりとかさ、うん、そういうのだよね。とあとなんかデザート食べたりとか、うんうんうん、高いなんか飲み物を飲んでフッてしたりとか、そういう感じ、うんうん、一息ついたりねするのいいよ、うん、私もちょっと見てみよう、いろいろ。これさ、質問ボックスってなくなったの？あるある。え、ある？私ない。あれじゃない、私がやってるからじゃない。あ、そっか、そういうことだ。そうです、うん、今見てる。見て、あ、そういえばさ、久しぶりに出しちゃった眉フィルター。フィルター？そう、眉フィルター。え、それどうやってつけるんだっけ、フィルター。あの下のなんか顔がキラキラしてる。あ、いけたいけた、いいねいいね。同じ空間にいるみたいで、いい感じ。カラコンはしてますか？してないです。です。コンタクトはしてます。そうですね、コンタクトはしてます。お互いに目が悪いのでコンタクトはしてます。してます。美容の秘訣を知りたい。美容の秘訣、諦めないで頑張る。全然参考にならないんですけど。まゆか、すっごい顔めっちゃ近いけど大丈夫？近いの？え、ごめんなさいごめんなさい。すっごい拡大されてるみたいな感じだけど大丈夫？やばいやばい、ちょっと。めっちゃドアップって書いてある。そうだよ。そうなの？本当に顔しか映ってないよ。え、ごめんなさいごめんなさい。近いよって言われてる。ごめんなさい、失礼しました。コメント読もうと思うとさ、近くなっちゃうんだよね。あ、その箱までしか映ってないよ今。え、そうなの？こっからこっからこれくらいしか映ってない。え、なんでなんで？私のでは違うんだけど。フィルターつけてから。え、そんなことあるの？え、私も近い？全然近くない。え、どう今どう？いや、変わんない。急にドアップって、あ、今なった。フィルター取ったでしょ。え、なんでなんで、私で、私のだと全然近くないんだけど。待って、2人とも同時にフィルター使うとアップになるって書いてある。知らない、初めて知った。じゃあちょっとフィルター外す。ごめんごめん。え、な、全然気づかなかった、恥ずかしい。なんか恥ずかしかったよ、こっからここみたいな。見えてはいけないものが見えてしまってたらすいません。大丈夫大丈夫、顔やって。びっくり、全然めっちゃ突っ込まれてた、顔がドアップドアップ。全然気づかなかった、恥ずかしい、すいませんすいません、失礼いたしました。ね、もし2人でイベントするとしたらどんなことがしたいですか？だって、なんだろう、でもみんなに会いたいよね。うーん、なかなかね、会う機会が最近はやっぱり減っちゃってるからね。もうなんかみんなに会ったり、なんだろうね、喋ったり、なんだろう、なんか女子会的なのしたいよね。ね、ゆるくね。ね、楽しそう楽しそう。あ、ミレマユの部屋みたいなやつ。あ、いいね、めっちゃいい。悩み相談とか結構なんかいろんな意見が2人でも全然違う意見が出ると思うから、そういうのとかもしたい、うん、楽しそう、めちゃくちゃいいね。できる日を楽しみにして過ごそうね。ね、イライラした時の対処法は何ですか？
本当に面白いよね。それでそれでイライラ全部解消されるのがすごいよね。でもなんかハッてイライラした時って10秒我慢できれば収まるんだよ。わかる、言うよね。そう、私はなんか誰かに話すか、うん、もうイライラしてるって言うか、かわいい、イライラするってもう口に出す。誰かに話す、確かに誰かにも話すかも。うん、話すよね。話すとすごい、それだけですごいなんかはぁって気が楽になる。なるね。そうね。それは大事。なんか溜め込んじゃうとさ、やっぱ良くない、うんうん、いや、そう思う、そう思う。私もすぐ眉とかに話しちゃうから。いや、そうなの、そうなの。お互いすぐに話して、なんか、はぁってすっきりする。そうなの。髪の毛は伸ばしましたか？何質問読んだ？どう？伸ばす？でもの伸びてるよね、すごい。伸びちゃった。そういうことだよね、わかる。髪の毛伸びるの早くて、うんうん。立ったら伸びるのが早いだけで伸びちゃったの。そういうことか。じゃあの伸ばす予定はないですか？まあロングにはしないと思うな。ね。眉もなんかなんだろう、うん、伸ばすまでなんだろう、このなんか微妙な時期がなんかちょっと乗り越えられなそうなんだよね。わかるね。あと最近はなんかウィッグとかそのエクステとかいろんな楽しみ方があるから当分は伸ばさない気がします。むしろもうちょっと切ろうかなと思ってるぐらい。わかる。なんかちょっと変に伸びちゃってる感じがして自分の中では、うんうんうん、そのうちこれくらいにパツンって切ろうかなと思っている。あーね、前ももうちょっとね切りたいなと思ってる。今レイヤーが入ってるから、うんうん、あそうだねそうだね、そうそうそう、レイヤーの一番短いところでパツンってもう揃えちゃってもいいかなと思っている。うんうん、いいいい。あ、最近の小さな幸せは何ですか？いい質問。最近の小さな幸せ、なんだろうな。まゆね、結構小さな幸せ見つけるの得意で。うん、いいね。今日の朝嬉しかったのは、なんか最近毎日その、まあ、お休みの日とかメイクしないから、うんうん、まつげ、新しいまつげが生えてきました。いいね、いいね、嬉しい。すごい小さいけどめっちゃ嬉しい。あともう一つは、お手洗いに行って、うん、トイレットペーパーがなくなったので、うん、買いに行かないといけないなと思ってクローゼット開けたらトイレットペーパーがあった。よく買ってたと。そう、よく買ってました。嬉しい、とっても。偉いよ。嬉しい、小さな幸せです。それで言うと私なんか12時16分うん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 、ある時計とかでパッて見れた時、うん、かる、自分の誕生日を見れ、分かる、見れた時とかあーってなる。わかる。11時11分も嬉しい、すごい。1111ね。そう、1111なんか嬉しいよね。同じのも嬉しい。なんかそういうちょっと語呂がいいものとか自分の誕生日とかそういうの見れると、うん、わかる。わかるわかる。すごいわかる。私も一緒です。小さな幸せすぐ探しちゃう。いいね。それいいね。習慣にしよう。小さな幸せ。いや、なんか、単純なんだと思う。あってなっちゃうんだと思う。大事だよ、それ。本当？うん。でも楽しく過ごせる気がします。そうすると。そうだね。だからいつもハッピーでいられるんじゃない？そういうことかも。そういうことです。ねえ、もう、適当だった。もう一個質問があります。愛の不時着結局見た？って人がいますよ。あれ見たよ。見ました。あれ、それ前の夏やインスタライブやってた時に、見たけどハマれなかったまで言わなかったの。本当に面白いよね。本当に面白いです。
あ、でも最近ね、あのお二人が。なんてなんて？あのお二人が。そうなの。もう嬉しすぎて、もうよっしゃーって感じでした。嬉しい。ね、あ、まあコップの裏にシールついてるってすごい突っ込まれてる。ごめんな。本当？切るんだけど。え、こういうのってさ、上手に剥がせなくなる。わかる。で、諦めちゃうよね。見たことない。それで汚くなるんだったらこのままでいいかなって思っちゃう。わかるわかる。これ今年チャレンジしたいことはありますか？チャレンジしたいこと、なんかな、何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 かな。チャレンジしたいこと、でもなんかみんなそうだと思うけど、なんかすべてコロナとかが収まったらやっぱ海外旅行行きたいなっていう切実な願いがあります。ああ、それはそうだね。ね、本当にそうだ。挑戦したいことではないかもしれないけど。ちょっと待って、全然さ、全然話違うけどさ、これさ、うん、ドライヤーで温めるとめっちゃ綺麗に剥がれますよって書いてある。嘘でしょ、本当に？本当に？もうね、3件くらいコメントでドライヤーで温めると剥がれやすいですって。あ、本当だ。え、また来てる。また来てる。え、どうしようどうしようどうしよう。すごい。え、嬉しい。めっちゃ知りたかった。そうなんだ。そうなんだ。え、どんな記事でもそうなのかな。なんかさ、なんか物によってさ、ちょっと底がさザラザラしてたりとかいろいろあると思うんだけど、ドライヤーやってみよう。え、ちょっと今持ってきて。え、すごい、温めるといいですよ。温めるといいですよ。粘着は熱に弱いから。みんなすごい。